エビキ6章「各種の捧げ物主はモーセに告げられた」「アロンとその子らに命じよ」「これは焼き尽くす生贄にえについての指示である」「焼き尽くす生贄にえは夜通し朝まで祭壇の炉の上に置き祭壇の火を燃やし続ける」「祭司は雨布の服を着てその身に 雨布の下着をつける。そして祭壇にある焼き尽くすいけにえの燃え尽きた灰を取り出し祭壇の傍らに移すそれからその服を脱いで別の服に着替え灰を宿営の外の清い場所に運び出す祭壇の火は燃やし続け消してはならない祭司は朝ごとに焚き木をくべて その上に焼き尽くす生贄を並べる。会食の生贄の脂肪をそれと共に焼いて煙にする。祭壇の火は常に燃やし続け消してはならない。これは穀物の供え物についての指示である。アロンの子らが主の前にある祭壇の前で捧げなければならない。穀物の供え物である油のかかった 上質の小麦粉、一握りと、その上に置かれたすべての乳香をすくい上げ、祭壇で穀物の供え物の記念の分として、焼いて煙にし、種へのなだめの香りとする。穀物の供え物の残りは、アロンとその子らで食べることができる。ただし、種なしパンにして、聖なる場所、すなわち、 会見の幕屋の屋庭で食べなななければならない。このパンは種を入れて焼いてはならない。私への火による捧げ物からアロンの子らの取り分として私はこれを与える。これは清めの生贄にえや償いの生贄にえと同じく最も聖なるものである。アロンの家系の男子なら誰でも食べることができる。これは主への火による捧げ物から あなた方に与えられる、よよとこしえの取り分である。これに触れたものは、すべて聖なるものとなる。主はモーセに告げられた。これはアロンとその子らが主に捧げる捧げ物である。アロンに油が注がれる日に、上質の小麦粉十分の一エファを、日ごとの穀物の供え物として、 朝に半分夕方その半分を主に捧げるすなわち油をひいた平鍋でよくこね調理して持っていきそれから細かく咲いた穀物の供え物にするそれを主へのなだめの香りとして捧げなさいアロンの子らのうち油を注がれて後を継いだ祭司がこれを行うこれは常しえの掟てである 主のために完全に焼いて煙にしなければならない。祭祀による穀物の供え物は全て焼き尽くすべきもので食べてはならない。主はモーセに告げられた。アロンとその子らに告げなさい。これは清めの生贄についての指示である。清めの生贄は 主の前の焼き尽くす生贄がほふられる場所でほふらなければならない。これは最も聖なるものである。清めの生贄を捧げた祭司がそれを食べることができる。聖なる場所、すなわち会見の幕屋の庭で食べなさい。その肉に触れたものはすべて聖なるものとなる。衣服に血がかかったなら、血のついた衣服は、 聖なる場所で洗わなければならない。その肉を煮た土鍋は壊さなければならない。聖堂の鍋で煮たのなら磨いて水ですすげばよい。祭祀の家系の男子なら誰でもこれを食べることができる。これは最も聖なるものである。ただし、聖女であがないをするために、会見の幕屋にその血が運ばれた清めの生贄は、 食べてはならない。火で焼き払わなければならない。